自動車日本における自動車軽自動車軽トラック前から見た軽トラック後ろから見た軽トラック軽トラックは日本の軽自動車区分に該当する小型トラックのこと名称の通り軽自動車の規格に合わせて作られたトラックで一般に軽トラと略される最大積載量は 350kg 以下である軽自動車であるため通常のトラックと比べると 車両価格や維持費、ミニ保険、車両保険などが格段に安く、個人や零細事業者による、保有、維持が容易である。全体の寸法とホイールベースが小さい点から、狭い農道や建て込んだ、住宅街の道路などの境外路でも取り回しが容易、という長所もある。1960年頃までは三輪車が主流だったが、1960年代前期頃から四輪モデルが、 発展し、市場の主流となった。また1960年代まで荷台は、低床式の後方一方開きが主流であったが、1960年代後期以降は、特装車両を除けば、より汎用性の高い高床式の味方開きが、一般化し、後輪のホイールハウスを荷台から排除して、荷台の面積を有効に使えるようになった。 セダンピックアップ型軽トラック現行車種はすべて、並列にザキャビンを持つ、キャブオーバー式ないしセミキャブオーバー式だが、かつては、ポータートラックや、マイティボーイなど、ボンネット式、ミゼット2のような一人乗りの、コミューター的な軽トラックも存在していた。1990年代からは、衝突安全基準を満たすために、クラッシャブルゾーンを広く取れるセミキャブを採用する車種が一時、 増えたものの、ホイールベースが必然的に伸び、車内足先を前輪ホイールハウスが占有して、居住性、乗降性に難が生じる欠点も見られた。さらに、強愛な農道などでの小回り性能や、二大町などでは、フルキャブに利があることから、電気自動車の三菱、ミニキャブミエフトラックが2017年5月いっぱいで、生産が終了した後は、フルキャブのみとなっている。 軽トラックを呼び、軽自動車は、高さが2.0メートルを超えてはならないと、道路車両運送法で定められているが、赤棒用など、ホロ付きで高さが2.0メートルを超えた個体を見る、ことがある。これに関しては、車体の一部はあくまで金属製であることと、定められているため、ホロは、車体の一部としてみなされない。 よって、ホロの高さが2.0メートルを超えても問題はない。駆動方式は縦置きエンジンのフロントエンジン、リアドライブが一般的で、前述のボンネット式ピックアップを除いては、エンジンの搭載位置は、キャビンのシートもしくは荷台の真下に配置される、アンダーフロアエンジン形式である。このようなアンダーフロア形式の FR 車は、サスペンションは前輪のみが、 マクファーソンストラットなどの独立喧嘩、後輪はリーフ式サスペンションによる車軸喧嘩である場合が多い。メーカーの都合で横置きエンジンとなっている車種もあり、1959年から2012年まで自社製造されていたサンバートラックはパワートレインをスバル360と共通としたことから横置きリアエンジンリアドライブであり、同社の乗用車が 前置きエンジン、前輪駆動となった後もサンバー専用の水平シリンダー型エンジンをリアオーバーハングに横置きしていた。ホンダは TN360 時代から横置き水平シリンダーのミッドシップエンジン、リアドライブであるが、その後のアクティでは4輪駆動モデルのみに、縦置きを採用した。これらのエンジンレイアウトは、五軸荷重を増加させることで、 空にの時でも十分な後輪トラクションを得られる長所があるが FF 車と同様にドライブシャフトの定期メンテナンスの必要性が生じる欠点が存在するただし FF 車のドライブシャフト用ダストブーツのように伸縮曲がりは生じないため10万キロ以上経過しても問題ない場合が多い軽トラックはアクロで使用されることも多いためほとんどのメーカーで 後輪駆動モデルと四輪駆動モデルが併売されており、切り替え方式はパートタイム方式が主流である。当初はレバー式が多かったが現行型はプッシュボタンが主流となっている。また、複変速機を用いてアクロ走行に対応した車両も存在し、同時にリアデフロックの設定がなされたグレードを用意する車種も多い。 タイヤもアクロ向けのマッドテレーンタイヤが農業用軽トラック向けにラインナップされている。ちなみにデフロックが標準装備で用意されるのはあくまで軽トラック特有の小型タイヤの不利をカバーするためであってこれを持たない体型タイヤを装備する本格4輪駆動車より駆動力や走破性で勝っていると考えるのは総計である。2021年12月現在 現行モデルとして生産・販売中の軽トラックのエンジンは、前者、便機構に DOHC が用いられた直列3気筒、4サイクルのガソリンエンジンとなっており、立て置きであっても、同じメーカーの乗用モデルと基本設計を共通化したものが多いが、乗用車に比べて、強要低速から粘り強いトルクを発揮するセッティングが施され、 燃費などの経済性を重視した自然吸気のものがほとんどである。徴用系自動車において燃料噴射装置の装着が一般的となった後も販売価格を抑えるためにキャブレターを採用していた車種も多く、平成12年排出ガス規制の施行まで燃料噴射装置への完全移行はなされていなかった。半ば低速、高負荷走行に特化した。 出力特性を持たせられる場合が多いためか、高速道路などでの高速巡航を意識したターボをはじめとする下級機の装着は一般的ではなく、アンダーフロア形式による搭載スペースの制約により、インタークーラーが純正装着された例は皆無で、サンバートラックのスーパーチャージャー車を除いては長期間、生産ラインナップに下級機付き車が残った例も少ない。 変速機はエンジンと同じく低速、高負荷走行に強いローギアードのマニュアルトランスミッションが一般的で、かつては用途に応じて変速段数の異なる MT が選択できる場合も多かった。デファレンシャルの最終減速比も特に低めに設定されていることが多い。1998年の 660cc 新規格の発表までは、 オートマチックトランスミッションはあまり普及してはいなかったが、今日では全車の軽トラックに AT 車が設定されている。パワーステアリングカーエアコンを省いたものがサイレン化モデルとして設定されている。阪神、淡路大震災により道路事情の悪化した状況下で物資の輸送を行うスバルサンバーノン山村部や漁村、漁港では仕事と生活の両方に使われている。 農業機械などの道具、収穫した農作物、水揚げした海産物を運搬するための必需品であるとともに、対抗性のあるに座席の車室を持つことから、日常の短距離移動の道具としての下駄代わりにも重宝されている。その普及ぶりから、軽トラックは日本の農村風景における典型の一つにすらなっている。都市部においても、商店、飲食店主や、 建築関連の職人といった自営業者が軽トラックを保有し仕事道具や資材、商品を自ら運ぶ場合が珍しくない。日本の交通インフラにマッチし日本の風土、日本人の日常生活に大きく関わっている自動車ジャンルである。貨物自動車による運送業を営むには貨物自動車運送事業法により5台以上を必要とするが 軽自動車のみを使用する場合は、貨物軽自動車運送事業として1台から許可が降りるため、軽トラック1台で事業をスタートできる。また、赤棒など、軽トラックを使った小口輸送専門の運送業者も、ある。軽自動車ならではの機動性に着目した、使用例も多い。オートバイのトランスポーターとして用いられることもあるほか、 道路の狭いな集落や古い市街地向けの特殊車両、さらに近年では小型キャンピングカーのベースにされることも多い。最近では軽トラックに農作物などを積み、広場や車両を一時通行止めにした行動上でこれらの即席販売を行う軽トラック市が全国100カ所近くで行われている。他にも食品関係では 石焼き芋を筆頭に焼きそばなどの焼き物系屋体経営にも用いられる。ホームセンターや家具店など大型の商品を取り扱う店舗の場合、客が大型商品を持ち帰るために軽トラックや小型トラックを一定時間無料で貸し出しているケースも多い。ほとんどの場合、顧客のオートマチック限定免許を考慮して AT 仕様が圧倒的であるが、 当期に、積雪の多い寒冷地の場合だと、MT の 4WD 使用、または、AT の 4WD 使用者がほとんどである。近年は前述の赤棒使用と同じような、高さ2メートル超のホロ付き個体を、キャンピングカーとして使用するユーザーもいる。この場合、キャビン上部までホロを拡大することにより荷物置きの、スペースとして、有効活用することができる。軽自動車規格が、 日本独自のものであるため、日本国内での利用が大半であるが、日本国外の一部にも輸出されている。海外では、マイクロ版に分類されるが、軽トラ、軽トラック、軽クラストラック、ミニトラックなどの故障もある。カナダで使用される DC51T 型キャリートラック。飛行場で使用される U1T 型ミニキャブトラック。アメリカ合衆国においては、 1960年代にアメリカの基準に合わせた車両を輸出していたが、1968年に衝突安全基準などが厳格化されたことから、行動走行車両としては販売されなくなり、その後は農場などで使用する作業車として販売されていたが、売り上げが少ないため1990年代には撤退した。現在は業者によって並行輸入されたものが、 牧場作業や狩猟に使うオフロード専用の作業車、公園や大学校内などの管理作業用としての利用が主流である。また軍や沿岸警備隊などの公的機関でも駐屯地や飛行場で使用する小型作業車として導入例がある。アメリカの保安基準により右ハンドル車は保安基準に定触するため基本的に公道での走行が認められていないが、 2015年頃から輸入車の25年ルールが適用される車両が出てきたためサイドバイ、サイドビークルより装備が充実しピックアップトラックよりも取り回しが良い軽トラックが評価され始めている他にもアメリカ合衆国環境保護庁による自動車排出ガス規制とアメリカ合衆国輸入による衝突安全基準が存在しているが EPA 規制は 生産から21年、DOT 規制は25年ルールにより回避可能である。このことから25年落ち以上の年式の旧規格の軽トラックが輸入対象として人気があるが、それより新しい車両でも週によっては一定の速度制限や自宅からの最大走行距離の制限、週間高速道路への乗り入れ規制といった一定の制限のもと、 軽トラックの行動走行を許容する手法が定められている場合もあり、2018年現在、全米21州にて、このようなミニトラック手法が制定されている。アメリカの自動車分類で、ライトトラックというのがあるが、ピックアップトラック等のことであり、ここで言うライトとは、いわゆるフルサイズの大型トラックと比べてのことである。 ピックアップトラックはほとんど見かけない日本においては、しばしば軽トラックと語訳される。デー・ウラボキョンチャと呼ばれる、日本の軽音に似た小型車の規格が存在する。韓国においては、ダイユラボ、ダマス、アジア、キアタウナーなど、現地生産された、軽トラ、軽一ボックスが存在する。ただし、日本の軽自動車と韓国の軽自動車との規格の、 違いから来る際や LPG 車が存在することなど、日本の一般的な軽トラックとは違う面もある。中華民国をはじめ、東南アジア諸国やオセアニアにて、日本の軽トラックが、ノックダウン生産、または輸出されている例もあったが、排気量の制約が法令で存在しない、現地事情に即して、エンジンの排気量が 700cc から 1000cc。 前後にボアアップされて販売されている。クワドリシクルと呼ばれる独自のミニカー規格を持つフランスでは、エグザムやリジェなどのメーカーが軽トラックに似た小型トラックを製造している。規格は 50cc 以下の火花点火機関または4ット以下の原動機を有する軽量車と最大出力1 5ット以下の原動機を有する 重量車の肉分が存在している。クワドリシクル規格の小型トラックは、日本の軽トラックに比較して、排気量や最高速度の面では見劣りするものの、今日の軽量車では 50cc の排気量制限の対象外である 400cc、4kW 以下のディーゼルエンジンや電気モーターが主流であり、最大積載量の面においては引けを取らない車両も存在している。 ダイハツミゼットホンダ T360 ダイハツハイゼット、鈴木キ,キャリーマツダポーターキャブスバル、サンバー三菱、ミニキャブトラック、6代目、1999年。2014年ホンダアクティトラック鈴木キ,キャリーダイハツ、ハイゼットトラックは輸入車2013年3月末、現在計3.4輪車県別保有台数と、保有シェア2015年4月1日以降に、 新車で登録、購入した場合、ただし2015年3月31日以前に、新車登録された車両は4000円の税額となる。軽トラックとシャーシを共用する軽ワンボックスで、インタークーラーが採用されている例はあるが、エンジンの直上にエアスクープ付きボンネットと共に横置きするか、エンジン前方にラジエーターと共に前置きするなど短い吸気経路で、 インタークーラーを配置できる、前輪駆動の軽トールワゴンと比較して、吸気経路や、冷却効率で不利な面が多く、アクセルレスポンスも含めた全ての条件を満足する、配置を実現することが難しい。ホンダではエンジンおよびギアボックスを搭載する、スペースの都合上、初代モデルを除く 4WD 仕様には AT を、設定していない。軽トラ死骸を笑顔に、 日本経済新聞速報2017年8月28日、クラシックカーを合法化するための法律で、輸入車であっても、特例措置として、生産から25年を経た車両は、保安基準に適合しなくても、行動走行が可能となる。 YouTube 上の PV の例 SIMINITRUCKSROCKJAPANESEMINITRUCKSWWW.BULLDOGOFFROAD.comABCJAPANESE MINITRUCKS アメリカのピックアップユーザーが軽トラに熱い視線。日本の中古車価格も将来上がってしまう。ドライバーウェブ。 ハットルールズオブザロード4ミニトラックスハウユアステートローズインパクトユーファインド A ミニトラック日本国内でもハイゼットやサンバーには LPG 仕様が存在する参考画像ただし軽トラックと軽ワンボックス版ワゴンは翌年に企画改定トヨタ新型軽商用車ピクシス版ピクシストラックを発売トヨタ自動車 2011年12月1日閲覧、生産終了寸前すばる、サンバー人気高まる限定車いずれも完売、注文も増える。J、キャストニュース。http://www.j-cast.com/.2011/.08/.29104306.html2011 ht 年9月2日閲覧。 シテック12、三菱指ミニキャブミエフトラックを初公開レスポンス2012年10月1日、閲覧。ただし自社製のディーゼルエンジンが搭載されている点を除き、実質的には、東急黒金工業の OEM となる。ありがとうございます。